とりあえず暑くて死にそうでした楽しかったです、ありがとうございます。あの初出演だったんですけど、あのこんなに楽しい場所を用意していただいて、本当にもうスタッフの皆さん、お客さん、みんなに感謝しかないです。ありがとうございます。みんな、俺の声届いた？あんま歌ってないけどめっちゃ怖いもんねありがとうございました。来年ももちろん出れるように頑張るんで、グラスでね、よろしくお願いします。ありがとうございます。カエラちゃんが可愛かったですありがとうございました。お前ヤーマンでした、ありがとうございました。フランド基本的にもギターさんで、納豆はもうコンビニで買って外でそのまま食べてますけど、そのまま開けてご飯とかに乗せないですよね、そのまま食べます。混ぜないです、基本的に混ぜないです。カレーにもね、混ぜない、基本的に俺混ぜへん、混ぜましょう、混ぜた方がいいやん、いや混ぜへんもなんか冷たくて美味しいじゃないですか。すいません、僕納豆食べれないんですけど、あの今日から食べます、今日から納豆食います。え？でも僕それならね、バニラアイスだけで食べたいですよ。それならバニラアイスと納豆は別で食べたいですけど、言うことを聞きなさい。はいはい、それやっぱネバール君じゃないですか。はい、ヤンキーですかね。まあ茨城の方は納豆が名産ということで、やっぱり粘り強いですよね。やっぱ昨日泊まった旅館ですね。旅館が最高でしたね。最高、最高。あ、言うたらあかんって。初めて来たんですけど、ロックな街ってことに気づきました。おお、一番いいこと言うっすね。海が最高でした。今回がただの思い出にならないように、明日からまた精進して必ず帰ってくるんで、また僕たちがここに帰ってくるのを楽しみにしておいてもらいたいです。よろしくお願いします。お願いします。クリスマスアイリーでした、ありがとうございます。ありがとうございました。仮面ライダーやで。バカすんなよ。仮面ライダーやで。仮面ライダーやでこれ。納豆を食べて粘り強くなるよ。それはかい。登録してねばー。